こんにちは、大介です。今日は皆さんへの質問回答をやって参ります。旅のとこテクニックに関連するものばかりでしたので、こうやってね、動画化をしてみています。例えばですね、私、地方在住なんですけど、航空料金値上がりますかみたいなんですね。こんなご質問もありましたので、8つほどお答えをしていきたいと思います。まず、じゃあ1つ目から行きましょう。40代の女性の方からですね、いつも拝見をしております。最新の情報発信、ありがたいです。質問ですが、今後の地方の国際便の行方はどうなるか とお考えでしょうかこれから航空券が値上がりもしていくと予想すると地方在住者が渡航できるようになってもかなり金額面でもハードルが高いです。地方にある国際空港の情報がなくどのようなお考えなのかを聞かせてもらいたくて質問しましたということなんですけど ま、これ、料金についてはね、ケースバイケースってことなので、一概には言えないと思いますけどね、あの、過去動画にも一応ね、これ上げてるので、こちらもね、ご参考になってみてください。というだけだと、回答としてつまらないので、こちらの方に向けてはですね、今回ちょっと特別アンケートを取ってみたんですね。こんなものです。え、今年航空チケットを購入した方に質問ですということで、実際にね、あの、購入された方に聞いてみました。え、航空チケット代はコロナ前の通常価格と比較して、高かったですか変わらないですか が安いですかということですここで圧倒的にですね高かったという方が一番で、ね、多かったですねえそして次が変わらないえまあ安かったという方もあの若干はいたということなんですけども倍以上の方が高かったというふうに感じられているようなねえこれ興味深いところですがちょっとね皆さんからのコメントも見ていきましょうかまず参考になりそうなのは山崎さんからのコメントですね去年中国東京日本国内は10万超えでしたアモイ空港ということを中国 の会社ですね今年は3月中旬頃に日本国内から羽田成田台湾は38,000万円ぐらいでしたこれはジャルビンですね現在は以前ほど高くないと思いますが2019年以前と比較するとやはり高いと思いますということでこの方は日本と中国との間でまあ、やはりね高くなってんじゃないかということですねえそしてこちらのアポロスさんはロサンゼルスから関空のフライトを約16万円で購入したので記憶が正しければあまり変わらない気がし ししていしいいまたととととううことなんですね直行便という価格だあと、こちら、ポップバリスさんは、あれですかね。インドネシアと日本の間を結ぶ路線でしょうか。ガルーダ航空のホームページは倍以上の価格でした。スカイスキャナーで見ると安いものもありますが、この時期もしチケットを買うなら代理店ではなくて乗る航空会社のオンラインか、あまあだからこれ直接購入ってことですね。エアライン直接購入で買うのが安心かと思います。返金キャンセルが ま、可能ということなんでね、こういったその代理店を挟むのかどうかみたいなところが、まあ、挟んだ方が価格変動性がきちんと取られていて安いというケースもあるんですが、このご時世なんでね、返金だとかキャンセルが効きやすいという選択肢も、まあ、若干チケットが高くても、そういうオプションがついているものを選ばれるね、方が、ま、多いということなんだと思います。という感じでお答えになっておりましたでしょうか。それではですね、今日は続々とね、皆さんからいただいた質問、かなりね、有益なものがありますので、二つ目入っていきましょう。 え、男性40代の方で、ジパング、フィリピンとのコラボ企画、いつ頃でしょうかとこれバンブハイチャンネルさんとのね、お話だと思いますけども、え、これそのうちやるかもしれませんね。互いに色が違うチャンネルなので、皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思います。 それではナンバー3リー参りましょう。40代女性の方ですね。保護者を伴わない未成年のみの入国についてお願いしますと。この6月7月、留学生は学年末になるので帰国が多くなるものと思います。私の子供なのですが、多くの留学生が帰国します。大輔さんの動画で学習をして、現地で陰性証明を取得して帰国予定ですが、頼れるのは現地のサポーターだけです。海外での18歳未満の未成年は後見人が必須。あまり日本の陰性証明の細か 長さは周知されていない印象でした最善を尽くしますが心配でなりませんまあ、この方は、ね、お子さんがいらっしゃるということですからねえ私のように大輔さんの動画で何度も確認している方ばかりではありません未成年の日本国民であってもむやみやたらに登場拒否や入国拒否にあってしまうんでしょうか現地サポーターや後見人でお世話をしてくれる方も登場拒否や送り返された場合都合がつくとは限りません海外で未成年で一人途方に暮れてしまうということ なのでしょうか。万が一ビザがある現地に戻されたとしても未成年だけではホテルにもチェックインできません。大変な危険も伴います。これって人権問題にもなりませんかということでね、まあ、この方はマスコミにも取り上げてもらえませんかとね、僕の方に送ってきてくれたんですが、まあ、ちょっとそこら辺はハードルの高さもね感じるわけなんですが回答していきたいと思います。まあ特にね陰性証明がやっぱ厳しいと PCR 検査が正しくね受けられ、えー ななかなかなかね親御さんが一緒になってて現地で確認をしてあげるということとととがでできないということだと思うのでここだ思のんなお悩みをですね、抱えている方に対しては、まあ、なんとも言いづらいんですけど、まず未成年ということですから、ご自身でね、正常な判断がこれできないという点とですね、あの、経済的な不安があるというね、こういった解釈になるんだと思います。でですね、こちらの入国、実際に入国拒否になってしまった場合に何が起きるのかっていうところはですね、 こちら過去動画にままとめてててすので、これ是非ね、あの見てみてください。その動画の中でも語っていたんですが、これどうやらですね、温情措置というものがあるようで、まあ、必ずしもね、そのむやみやたらに海外に送り返されてしまうということは、そうはならないみたいです。あとはですね、法律上の観点からもですよ、強制送還をされてしまうということは、日本国民に対してはですね、あの考えづらいんじゃないかなと思います。ちょっと前の記事なんですが、例えばね、こちらなんかが参考になりますね。 なのに帰国が拒否ですかということでねありえない対応なんじゃないかということでですね、まあ、これ記事ではいろいろ述べてはいるんですが、まあ、ポイントはですねこのあたりでしょうかね入管法の第61条にですねこういう文面があるということなんですけどまあ、ちょっとこれ読み上げないですけど、まあ、つまりどういうことかというとですね日本への帰国に必要なのはですねまずパスポートということですねもしくはそれに準ずる書類ということでしてでこれを持っている人に対してはですね出入国在留管理庁 が行える行為というのは帰国の確認行為だということで、まあ、その許可をするとかね。拒否をするっていうことではまないというのが、この入管法上の解釈だということなんですよね。なので、これ言い換えると日本人がですね。帰国をする時にそれを拒否するという権利はですね。これ法律上はないという解釈にまなるということなので、おそらくですね。その強制送還というとね。これ法的にまこれ入れないということになりますけども、今回のパンデミック対策とはいえで家、ね。 まあ特にやっぱり未成年ってとこもありますので、例えばですね、その検疫チェックの際に、親御さんにですね、電話をしてもらってえ、そこでトラブルになるようであれば、こういったですね、その解釈というか、これからね、その温情措置を受けて、まあこれもお金がかかる話になると思いますからね、こう14日間の宿泊費だとか、まあいろいろね、大変なものあると思いますけども、温情措置をこれ受けるという話になるのか、まあもしくはね、まあ第2、第3の道みたいなのがあるのかどうかというのはですね、まあ大人がきちんとついて判断をしていくという ことがもしかしたら必要なのかもしれませんねなので、えー、確かにね未成年の方だけにこれを任せてですね判断をされるというのは確かにリスキーなので一旦ですね到着をした時に連絡がつくような状態にまあ、しておくのがいいんじゃないかなという気がしますよねそれでないとね親御さんとしてはちょっとね気持ちが落ち着かないということになりますけどもこんなところでね僕の回答良かったでしょうかということで次のお話参りましょう4つ目のご質問をいただきましたパニック 障害閉所恐怖症持ちでアパホテルでの自主隔離は狭くて心配していますこの場合検疫で何か対応していただくことは可能でしょうかということなんですけど確かにですよ 東横インだとかアーパーホテル。まあ、この二ホテルがね、別に悪いって言ったわけじゃないんですけど、あの場所によってはなんですけど、まあ、部屋が狭いケースが多いと思うんですよね。えー、なんですけど、例えばツインルームの割り当てがあったりだとか、あの窓が広いお部屋だとかね、あとバルコニーがついてる部屋だとか、まあ、バルコニーになるとさすがに東横インだとかアーパーホテルってなさそうですけど、ホテルによっては広い部屋を用意するということができるでしょうから、このあたりはですね、率直に検疫スタッフさんに事情を伝えてみるということが、 あのいいんだと思います。確か報道を見る限りだと、ホテルは自分の意思ではね。なかなかやっぱ選択ができないということなんでしょうけどこの場合ですね。持病を持ってるというね。パニック障害だとか、閉所恐怖症を持ちだということだと、それの意思の診断書があるとですね。これ、プラスに働くんじゃないかなと。 思います。はい。ということで、次のご質問に参りましょう。5つ目はですね、荷物に関してです。タイに長期滞在していたので、荷物を段ボール2つぐらいにまとめて帰国しようと思ってるのですが、3日間の隔離生活での移動で何かサービスまたはカートみたいなもので運べるのでしょうかということなんですけどね。ごめんなさい。こちらに関しては、結構ね、細かいところはエアラインに確認をしていただいた方がいいんじゃないかなと。 思います。ということで、次参りましょう。6番目のご質問。日本かからアメリカに帰る時 PCR 検査は必要ですかさらに、こちらの病院で PCR 検査は紙ではなくて、病院指定のポータルアプリに届くのですが、そのデジタルのね、情報でも大丈夫ですかということなんですが、アメリカに入国する際のですね、PCR 検査の陰性証明のチェックというのは、どうやら入国審査ではなくてですね、その飛行機に登場する手前のチェックインカウンターで確認されるというね、 ご報告を皆さんからいただいているので、もしそうだとするとですね、エアラインに事前にね、チェックをしておくというのが間違いないんじゃないかと思います。まあ、このアプリでね、提示して、こういったフォーマットなんですけど、大丈夫ですかというですね、ご確認をエアラインにいただくのがまあベストなんじゃないかなと思います。 それでは次のメッセージ行きましょう。7番目ですね。30代女性の方からです。こんにちは。いつも動画を見て、海外渡航についての情報、とても役に立っています。私はオーストラリア在住ですが、パンデミック前に一時帰国をして、そのまま日本から出られなくなりました。大介さんと同じ遠距離恋愛中です。オーストラリアに将来入国できたとしても、ワクチン接種は必要になりそうです。しかし、住民票はオーストラリアにありますので、住民票が海外にある人向けのワクチン接種の情報をぜひ 動画にしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということなんですが、こちらですね、住民票が日本にない方ね、えー、こちらの方、ワクチン接種日本国内でこれできます。 というかね、これできるようになりますということで、海外在留法人向けのワクチン接種事業というものがですね、日本政府準備段階にあるということなので、詳しくはですね、こちらの動画にまとめさせてもらってますので、ぜひご覧になってみてください。もう間もなくね、こちらが使えるようになっていくものだと思います。来月とか、まあ、再来月とかになるとね、多分これできるようになっていくと思いますので、ぜひ注目をしてみてください。まあ、それでもですね、日本が遅いだとかね、と、いった場合は、一回もしかしたらアメリカに飛んでいってですね、ワクチン接種と、まあ、接種証明を持って、 ていくということの方がもしかしたら早いかもしれませんそのあたりはご自身での、えー、判断がいいんじゃないかと思いますはいということで最後の、ね、ご質問参りましょう8番目のご質問ですね僕の彼女は中国人です日本で実習生として働いていたのですがどうしようもない事情があり仕事を辞め帰国をしましたあこの方はあれですね20代の男性の方からねご質問をいただいてます大輔さんの予想でいいので中国への旅行はいつ頃可能になると思います 関係ないのですが、僕の夢は彼女と中国で暮らすことです。就労ビザは僕のレベルでは取るのが困難なので、自分で稼ぐ力を身につけ中です。というですね、まあご質問いただいたんですが、このね、中国への旅行がいつ頃可能になるのか。 これはですね、わかりませんというのが、すいません、僕のね、回答になるんですが、ただね、年内を期待したいなというふうには思いますよね、今の状況を見て。ただしですね、日本と中国との間はですね、政治的懸念もあるんじゃないかなというふうに思うわけでして、例えばですね、対中路線の国なんかは中国側が入国の拒否を出さないというようなね、こんな報道もありますので、どちらかというと日本っていうのはですね、まあ最近の G7 サミットなんかも通してポジションとしては、あの 見てもアメリカ側という見え方になっているかと思いますので、まあこういうね、政治的問題と往来回復、人のね、往来回復っていうのはもう皆さんの人生がかかってる話なので、本来は人権としてですね、これ切り分けていただきたいというところなんですが、まあこのね、一つ人権というものを取ったとしてもですね、日本で語られる人権とね、他他国で語られるそれ、中国国内でのね、人権の重みはどうなんだみたいなね、こんな話はよくありますけども、特にですね、 イ、ねね、このあたりの政治的問題と、日本もそうなんですが、欧米各国もですね、こういったその中国の政策に対してはね、あの、確実にこの、まあ、ノーというか、否定をしているようなね、まあ、ポジションになりますので、このあたりの政治問題が入ってこないということを期待していきたいところですが、どうなりますでしょうか。あとはですね、中国製のワクチンを認めていくのかどうかみたいなところもね、これね、ワクチン外交みたいなこと、 になりますでしょうかね。そのフランス、例えばね、フランスが中国製のワクチンを自国内で認めなかったという事例がですね、その中国からすると制裁を示唆するみたいなね、報道になっていますけども、これからですね、日本がワクチンパスポートの制度を整えていくということになりますから、これ海外から日本に入ってくる方に対してですね、中国のシノバックとかね、シノファームだとか、あのあたりを打った方を受け入れていけるのかどうか、日本政府がですね、受け入れていけるのかというところなんかも、一つね、もしかしたらロン になってしまうのかもしれませんよねこのあたりはもう我々の努力ではねどうしようもないとねルールを守る前にルール上で入国の緩和が行われないということになりますとなかなか厳しいね状況なわけなんですが本来はですねこちらの方が言ってくれてる通りね就労ビザなんかいらないわけですよね中国に渡航するにはちょっとね中国確か滞在期間がね通常のパスポートだけだと日数がちょっと他の国より少なかったような気がしますけどあの一応ね、その国で就労を しない限りは、滞在日数が許す限りは、観光ビザだとか、まあ、ノービザでね、入国ができるということになりますから、こういった状況にね、緩和されていく未来を皆さんと一緒に待っていきたいと思います。ということで、今日は8つのね、質問に回答をしましたけども、こんな感じで視聴者さんからのですね、観点のほんと鋭いので、これからのニューノーマルトラベラーにね、必要な情報が集まってくるんじゃないかなと思います。今日みたいな情報が役立ったという方は、チャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。